り理科の絶対は変なの。もしもし、ごめんアテナ、ごめんごめんねアテナ。まあいろいろあってさ、今そっち向かってるとこ。アテナの分チケット渡してたよね。次行ってて、すぐ送るからね。ちょっと聞いてるアテナ。はいはい、聞いてるわよ。間に合った。走んなくてもいいじゃない。キャプチャー2、圧動。水中展望エレベーター。いや、おはよう。アテナ第2章。こっから始まるわけだが、アナウンス。本日はディノアクアリウムへようこそ。当館は WAD の最新遺伝子技術により、遥か古代の恐竜や魚たちを復活させた最新の水族館です。館内の各階では、それぞれ数億年前の太古の海を再現しております。バイオテクノロジーによって現代に蘇った脅威の古代生命の世界を心ゆくまでゆっくりとお楽しみください。ほうほう、それはすごい。まず第1階層よりご案内いたします。第1階層は今から約2億3000年前の三畳紀でいいのかな、これ三畳紀の海を再現したエリアです。ほう、これなぁ、相変わらずと扱いにくいな。いや。わぁ、すごい。あの恐竜、おっきい。あ、首長竜だ。あの恐竜、なんて名前だったかなぁ。ほうほう。お子様もびっくりだな。ここでイベント。でさ、琥珀の中に閉じ込められた蚊の体内から恐竜の血を採取して遺伝子を取り出すんだ。そうなんだ。そうやってこのエリアの恐竜を作ってるわけ。ほう、それは勉強になるな。すごいねーって感じだよね。へーすごいんだね。あ、言われた言われた。すげーよなー、ダブルエリーってこの街作ったり、古代生命生き返らせたり。こっちかな？でもないか。とりあえず、総当たりだな、今回は。お、見ろよ！イルカの先祖がいるぜ！お、BGM が変わった。そして、この鼓動。つうか、なぜお前がいる？鼓動が速くなる。そう、ここでまたアテナの新しい超能力が目覚める。どんな能力かな、やってみよう。
あなた誰？こんにちは、アテナ。ダンスはお好きかな？パートナーが恐竜じゃ不満かもしれないけど、彼らはみんな俺の大切なお友達なんだ。よかったら踊ってやってくれないか？くっ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 く。消えた？今の何？頭の中に直接響いてきた。姉さん、これはドッキリですよ。こうやってね、丸ボタンを押すとね、普通におしゃべりすることができる。わーすごい。あの恐竜、おっきい。で、テレパシーを使うと、あの恐竜、今日は機嫌が悪そうだな。人の考えていることがわかる。私、どうしちゃったの？同じかな？二回やっても。だね。あ、魚竜、魚竜でいいのかな？魚竜でいいのかな？よくわかんねえな。で、三回目で、あの恐竜、なんて名前だったかな？で、この状態でやるのはいいんだけど、失敗するとね、この波長がね、速くなってね、ちょっとコマンドの入力がね、しにくくなっちゃうんでね、ちょっとやりづらいかな。で、一回話すか。で、話すとイベント発生。うわ。こんな感じでね、まあ、人の心は読めるっていうのはいいことか悪いことか、ちょっと難しいかな。ある意味人の本音は知らない方がいいっていうのがここでは確証されてるわけだがね。イルカの先祖？イクチオサウルスのこと？形は似てるけど、あれ、爬虫類じゃない。まったく、いい加減のことばっかり言って、ほんと退屈なやつ。嫌だな嫌だなすんげー嫌な空気だな、これ。ほんと、このテレパシー使うたびになんか、胸くそ悪くなってくるんだけど。うわぁやだなぁ。サトシ、何やってんだよ。止まっちゃったよ。どうなっちゃってるの？大丈夫だよ。そのうち動き出すって。そして3年後。エレベーター、止まっちゃった。あ、アルケロンだ。あ、双葉をす、杉竜だ。杉竜？ん？双葉、鈴木竜？でいいのか。読みづらいなぁ。で、テレパシーするか。恐竜たち、どうしたんだろう。今日は機嫌が悪そうだ。なんかこの子は一体何者なんだ。どっちしゃったらイベント進むんだっけ。まあいいや。うわ。
うわイベント発生しちゃったよ。さあやばくなってまいりました。さあピンチになってまいりました。おっと読み込み中読み込み中ですよ。しばらくお待ちください。本当に止まったこれ。やっぱりなんかトラウマになってきたんだけどこのシーンが。怖いよ怖いよ。こっち話しかけたらな。大丈夫だよなんとかなるって。うわ口裂け男。早くなんとかしてよ。分かってるよ。本当に役に立たないやつこうなんと一緒に死ぬなんて絶対嫌。最低すぎる。最低すぎるこのカップルは。勝手なことばかり言いやがって。俺のせいじゃねえだろ。文句は恐竜に言え恐竜に。うわもうやだこのカップル。喋りたくない。でもう一回ここで喋るんだっけ。サトシエレベーターを動かすのは無理か。来るよあの恐竜。また来る。来るって壊れちまうよこんなエレベーター。さーてなショータイム。そしてまた新しい能力が発動した。これがまたきついんだ。よし一発成功。そしてテレポートが発動する。そう危機的状況下においてアテナはその能力をどんどんとね覚醒させていくわけだ。中世代展示ホールでいいのかな。うぅ、ここどこ。エレベーターの中じゃない。どうして私こんなところに。誰か探さなきゃ。一応機器は出したんだけどね。まだ一段去って一段また一段って感じで。でここに何だろう。これリカのペンダントだ。リカここにいるのね。リカのペンダントを手に入れた。要はドジコサマルトリアの王子のリカはっちもこっちに来ていたわけだけど、ここ結構長いんだよな。でおっとまたここで
サイコテクノロジー発言がまた発言するわけなんだけど、ここかな、来た。これリカのペンダントのチェーン、またここで発動します。これまた難しいんだ。あ、うっせー、こ苦手なんだ音ゲーが。ほんと苦手でさ、これが。ティカね、ちょっと職員さん、あ、はい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 、これ一体どういうことよ。エレベーター止まってお前も動かないし、さあほんとどうなったんでしょうね。触ってるやんよ、触って、あんたはここなんでねねねね、動かすって言われても止まっちまったもんよ、ちょっと。おわぁ、ひでぇ。ひでぇ。てか、ひでぇ。ちょっと待ってよ。職員B、ちょっといい加減すぎじゃないか。あれ動かないや。あれあれあれ変だな。ちょっと。わあ、ごめんなさい。ペンダントのチェーンを手に入れた。わあ、一気に体力減ったな。ちょっとここで回復させとくか。ぐらいでいいかな。肉まんとね、桜大福って結構回復力があるもんだから、なるべくこっちでやるかな。結構ね、引きずっちゃうとね、結構後でね、超能力使うときは、ほんとね、難しくなってくるからね。どこだろう？エレベーター？で、で、真っ先にここで、クエストっていうか、ステージ構成っていうか、を先に進むには、やっぱり、吹き抜か。要はこのクエストをクリアするたびには、一番最初にね、話さなきゃいけない人がいるわけだ。やりにく、ほんとこれバイオ操作システムだからすんごいやりにくいな。で、警備ボックスも後々ちょっと必要になってくるんでね。それにこのステージ自体かなり広いんで、総当たりで人とくっちゃべってテレパシーやっちゃうと、集中力が切れて、ね、ちょっと面倒かもしれん。このステージはちょっとダダっ広いからちょっと困りもんなんだよね。で、
こうフラグ立てもちょっと結構死ぬほど面倒いシステムだからな、本当に。こっちか。わ。まっすぐ走れ。感覚がちょっとブレてるもんだから。誰だっけな。この人じゃなかったかな。安倍氏に、そう安倍さんです。クソ、どうすればいいんだ。どうかしたんですか。早く向こうも確認しないといけないのに、人がいなくて手が回らないんだ。これから俺は警備ボックスに行ってチェックしないといけないし。向こうには何があるんですか。エレベーターホールなんだけど。エレベーターホール？うん。まだエレベーターの中に誰かが残ってるかもしれない。私が確認してきます。君が？逆にそんなことをさせてもらうわけには。でも、確認してもらうだけなら、大丈夫かい？君一人で。はい。ちょっとテレパシー。それにしても恐竜たちが一斉に暴れ始めるなんて考えられない。何が起こったんだ。ふむ、安倍さん、発展場のことは考えてないんですね。紳士だ。そこに痺れる、憧れる。どうだったっけ。どうやればよかったんだっけ。ずいぶん昔に。ここは通れないか。刺しづらいな。どうだっけ。ここはいけたか。お、一発じゃねえか。さすが変態。やったね、変態な俺、最高。しかしなんでこんなとこにパズルみたいなものが置いてあるのかいまいちわからん。エレベーターホール。本当に役立たずね、あなた。この声、リカだ。リカ、ここにいるのね。リカちゃん、これかな。つーか、本当お前はサマルトリアだな、本当に。リカ、やっと見つけた。あ、アテナだ、よかった。鼻調子こくして、そこか、そこを言うか、リカ。貴様、ほんと、サマルトリアだな。いいな、ポリゴンっていうか、グラフィック荒い割にはあれだよね。かなり、表情とかちゃんと作ってるところが夢工房さんらしいね。さすが、ブレイジングスターを作った、ゲーム会社だけあるね。どういうボタン仕込みだ。そうか、予備反応になってないかも。またごちゃごちゃとしたものが。
そしてこの顔。大丈夫よ、待っててティカ、すぐ出してあげるから。ありがとうアテナ。おっとアイテム発見。ポテトチップス、ポテチでござる。おっとこんなところにセーブポイント発見。そうだね、もうそろそろいい具合に時間も来たところなので、ここで一旦っていうか、もう今回はここまでにしておきましょうかね。で今回ちょっと ESP をちょっと紹介しよう。この第2章冒頭で覚醒したテレパシー、他者の意思、記憶を読み取る、要は直接ねその人間の考えてることを読み取る能力だ。で次にテレポート、空間転移、空間を跳躍し離れた場所へ移動できる。極限状態になった時に発現したあの能力だね。次にグリアボアイアンス、千里眼、目的地を見ることができる。要はさっきリカがピンチだったっていうのを投資っていうか千里眼で見通すことができるようになっちゃったわけだね。あとは本当はまだあるんだけどね、サイコシールド、これは第1章の最後の方に発動した、体の周囲に力場を形成し衝撃から身を守る、いわゆる一つのバリアだね。サイコメトリー、これは一番最初に覚醒した能力だ。チケットがないないリカが言っていたんだけど、それをねリカの遺品から、遺品っていうか品物から読み取って場所を分かったっていうか探し当てたっていうね能力だ。サイコメトリー、手で触れた品物から、物品でいいのかな？物品だね。手で触れた物品から過去の記憶を読み取ることができる。で、今から使う能力というのがこのサイコグラフィー。念写、カメラを媒体にフィルムに状態をセーブできる。これさ、カメラを媒体にフィルムに状態をセーブできるって、なんか日本語ちょっとおかしくない？どうなんだろう。カメラを媒体にし、フィルムに状態をセーブできる。なんか日本語微妙におかしい、違和感感じるんだけど。このグレアボアイアンス、ボアイアンスっていうのが読みにくくてしょうがないわ。でまだね、まだたくさんある。この辺りは途中っていうか最後の方になってこないと分かんないね。しかしこうやって考えるとあれだよね、アテナって某都市学園に入ったら間違いなくレベル9ぐらいまでの能力者になってるような気がするんだけどね。黒子とかが言っちゃったけど、黒子とかこの絵先輩なんかでももう太刀打ちできんでしょ。アティナ一人どれだけの人間の能力持ってるの。上条さん呼んでこないとマジでやばくね。ね、ちなみに私はこの絵先輩が好みです。あとね、ヨスガの空に出てくるちょっとメガネのお姉さん系なんかも好きですね。え、聞いてないって、いいじゃないか、変態なんだから。変態なんでもうそろそ
そろ終わらせたいと思います。それじゃあ皆さん、おやすみなさい。